岩田100チャンネルご覧の皆さん、こんにちは。今日は今シーズン最初で最後の対外試合ということで、盛岡南公園球技場に来ております。今日の試合はオーバー60が緑星園遠征と、アンダー59が緑星園 OB と、いずれも15分ハーフで行います。なお今日の試合は5月10日にお亡くなりになられました鈴木達夫さんの追悼試合の意味も込めておりますので、試合終了後セレモニー、そして有志による忍ぶ会が行われることとなっております。まずは今日のスケジュールはこんな感じです。それで今まだ10時20分で集合時間が12時ですので、時間がありますので9時から、ラグビースクールの方が活動しているということで、そちらを覗きながら時間を潰したいと思います。ネタ作りこれここで操作できる。おー、すげえな。
どうもありがとうございさん、やっぱりいつも通り行きますか。じゃあ、まあ、ちっちゃく隣の顔の顔隠したので、じゃあ鈴木さんの名前をコールしましょう。はい。うん、じゃあ私が鈴木って達也でいいですか。達也だけ、達也。じゃあ鈴木達也ですよ。いいですか。はい、あのあんまり上げたね後ろの人見えないからこのぐらいね、このぐらいでね、いいですか。はい、いいですか。行きますよ。はい、鈴木。はい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。これにて本日の活動の動画を終了いたします。また来週練習があると思いますので、皆さん、よろしくお願いします。それでは今日の動画が良かったと思う方はいいねボタン、またチャンネル登録していただければ幸いです。